おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは9です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。ビッグカンファーツリータロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。ソードの王子の逆位置が出ました。今一つは気が甘い。苛立ちにより業務に間違いが生じることを示しています。あまりにも急いで仕事を進めていると、間違いが起こる可能性大です。急がないように慎重に進める必要があります。悪い残念なニュースやアイデア、計画や直感の欠如を表します。防御的、風変わり、皮肉的なことを意味します。コミュニケーションスキルが不足している可能性があります。教育の欠如、学習の困難さを示しています。あなた様の生活の中で人々とのコミュニケーションの方法について警告を発しているのかもしれません。チャンスが訪れても、まだ準備ができていなかったり、能力不足を感じているかもしれません。自分にはまだ早い、経験不足など、不安を感じる要素があり、新たなチャレンジに躊躇してしまいます。失敗やミスを恐れて、自分の可能性を閉ざしてしまわないように、勇気を振るいましょう。あなた様が足りないと感じている側面は、身近な人のサポートによってクリアできるはずです。対人関係では、謙虚な態度が功を奏します。積極的に行動することは本来ならば良いことですが、今はその時ではありません。あなた様は一度に色々なことをやりすぎています。そのことが原因で心の余裕がなくなっています。減速して自分自身のための休息の時間を取る必要があります。心と身体の健康を取り戻すことが大切です。ソードの王子の逆位置の意味は疑いを捨てきれない相手、秘密主義の人物。穴だらけの計画、アイデアを盗まれる、寒さ、自分を偽っている、プライドが高い、猜疑心。2枚目めくっていきます。運命の輪の逆位置が出ました。運命のいたずらに翻弄される。恐れていたことが現実化したり、思わしくない状況によって、アクシデントに巻き込まれる可能性があります。期待していたことの当てが外れて落胆したり、他力本願的な姿勢が、裏目に出るかもしれません。不運を嘆く前に、原因の追求と、心的態度の改善が何よりも重要です。困難な状況に苛まれていた人には、捨て去った希望を再び見出せるチャンスが訪れるでしょう。急激に状況が一転、坂を転げ落ちるように悪化します。思わぬ反落、自信を持って続けてきたことの挫折があるかもしれません。
対人関係ですれ違いが起き、自分に非はなくても誤解が生じてしまいます。タイミングが合わず一向に進展する気配を感じられないので悲観的になってしまいますが、一時的なものになります。慌てなくて大丈夫です。じっと耐えて、目的や方向性を今一度見直しましょう。運気は必ず上向いてきますので力を蓄えておきましょう。運命の輪の逆位置の意味は反落、挫折、急激な悪化、すれ違い、不都合。つかの間の恋、度重なる間の悪さ、違和感、つまらない、タイミングが合わない、暗転する。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。